どうも皆さんはじめまして、リバチャンネルの K です。タケです。今日はですね、河原で豪快にステーキをやっていこうと思います。お、いいですね。いいですね。じゃあ早速始めていきましょう。始めていきましょう。レッツゴーレッツゴー。ではこれから早速火を起こしていきたいと思います。火が回るまで少し待ちたいと思います。はい、じゃあそろそろ炭に火が回ってまいりましたので、こちらのこういったものを使ってですね、炭の方を入れていきたいと思います。じゃあセッティングできましたので、炭入れていきますね。もういいか。はい、じゃあセット完了。では早速こちらの国産牛を焼いていきたいと思います。めっちゃ霜降りやばくないですか？いいですね。食がそそりますね。ねえ。よく焼きましょう。焼きましょう、焼きましょう。いっちゃいますよ。はい。油すごいですね。もうこんな自然の中で食うのって、焼くのって最高すぎますよ。とりあえず塩コショウをやっていきたいと思います。なかなか剥がれない。うわー、すごい。やばい。うまそう。うまそう。焼き色完璧。焼けましたので、まな板に移していきたいと思います。では早速切っていきたいと思います。この厚さが止まらんよね。たまらん。すごい柔らかそう。柔らかいよ、これは。じゃあ食べていきましょうか。いただきます。いただきます。うわー。柔らかい。柔らかい。美味しいですね。溶ける。めっちゃうまい。うん。脂が甘い。甘い。うまい。うまい。米が欲しくなる。米が欲しすぎて。自然の中で食べるの美味しいね。美味しい。じゃあ完食ですね。ごちそうさまでした。はい、じゃあごちそうさまでした。ごちそうさまでした。今日は和牛のステーキをやりましたけど、どうでした？いやー、もう霜降りだって口の中に入れたら溶けちゃいましたね。ですよね。甘みもすごい良くて。甘すぎますよね。ね、油の甘みとか。僕的には塩コショウよりクレイジーソートの方が合うと思います。うん、確かにハーブの香りとかもすごいちょうどいい感じについてて美味しかったです。ね。はい、ということでね、こういうアウトドア料理ですかね。はい、今後もやっていきたいと思います。今日はご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。この動画が良かったと思う方はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。